造事士とは、奈良時代に幹事あるいはこれに準じた寺院を造営するために設置された両下館のこと。寺院単位で設置され、施設の建築や、そこで使われる用具の製造に当たった。最古の例は、方向寺総研寺において、蘇我全徳が認じられたとされ、アスカデラ総研の際にも設置されていたが、本格的な設置は、律令制導入以後とされている。 本来こうした造営は、木工寮などが担当することとなっていたが、沈没国家思想の高まりによって造事が盛んになり、さらに戦都なども重なって、木工寮への業務の集中を避けると同時に、権力や利権の集中を防ぐことも目的であったとされている。大規模な人造営を行う増字市では4等間が導入されて、人員や官員相当は省に準じる場合もあったほか、 下部の監視として書が設置されることもあった。東大寺造営のための造寺詩である作り、東大寺市の下に置かれた社教書の公文書の一部は小僧院文書として現代に伝えられている。四等間の下には、踏みを、舎人、さらには技術や熟練度によって位置づけられた大工、商工、頂上、番上以下多数の交渉を抱えていた。財源は、 福が主であったが、根伝英年資財法施行以後は、初期荘園なども加えられるようになった。こうした財源は増事士を経由して、寺院の財源となるために、一面においては、総二例や総合とは別の意味で、寺院や三号以下の僧侶を監督、統制する手段ともなり得たのである。だが、奈良時代末期の宇佐八万宮信託事件を、きっかけとした仏教に対する規制強化や、 朝廷の財政難などによって、増事事業は縮小され、遅くても、平安時代初期には、ほとんどの増字士は廃止され、財源や寺院の監督は、別当や参合に移ることになった。ありがとうございます。